トリオンモンスター地下を楽しむ視聴者の反応集、ワールドトリガー。アメトリチカちゃんがハウンドを打ち始めたら、防御不能の大技になるんだろうか。誘爆できるメテオラだから撃ち落とせたけど、チカちゃんがハウンドを打ち始めたら防御不能の大技になるんだろうか。この時点だとオッサムがチカちゃんに任打たす気なかったからその戦略取らなかったんだろうけど。ニノが振らせたハウンドでユーマや影はどうなりましたか。多少はシールドで防げるニノハウンドと、マジででヤバそうなチカハウンドは事情が違うんじゃないかな。ニノよりひどいことになるって話だろう。本気で躊躇なく戦えるようになったら、別ゲーになるところはあると思う。戦術眼が確かなジュースから見ても、地下を守って地下が打ちまくれば4、5点は取れるって言ってるからな。地下ちゃんのトリオン量だとハウンドでも、アホみたいな威力になりそう。そして物量もアホほど多い。多分そのうちランク戦で金になる。初のノーマルトリ S ランク爆弾。ランク戦はもう終わったけども、し地下ちゃんが参戦するようになったら、まずランク戦は玉駒第2を他に、3体強力で袋にするってのがセオリーになると思う。数戦はそれでいけるだろうけど、しばらくしたら対策取られてうまく動けなくなるだろう。対策ってこれに何ができるの？ A ランクなったらアイビスからゲロビ打てるようにしてもらおうぜ。アメトリさんにはめちゃ強戦法があって、メテオラやハウンドを雨あられと振らせる。このシンプルな揺さぶりがめちゃめちゃ強いんだよね。ランク戦はもちろん敵地ではこれが効くするようになる。チカさん目立つから逆に使えねえな。チカちゃん、ニノにおんぶ紐でもつけて割れないシールドにでもしておくか。片手で全周囲シールド張りつつ、もう片手で打ってるだけでクソゲーになる。玉駒のやべえやつその2、片手の全型シールドだとさすがに強度不足になりそう。合成弾覚えたらもう手がつけられなさそう。隙がでかいから普通に打ってるだけでいいんじゃねえかな。普通の片手アステロイドでさえ、二宮のギムレット以上の威力出してるだろうし。玉駒第2早べえやつしかいないから、メガネは別ベクトルのヤバさだけど。チカちゃん専用にトリオン注げば注ぐだけ硬くなるだけのシールド作ろう。最終玉駒第2は二の体もびっくりのクソゲーチームだよ。狙撃トリがあってトリオン注ぐだけ一定の1個のステータスが上がる仕様だけど、チカちゃんなら全部注いだだけ上がるクソ専用銃作れそう。単発ライフル型のガンナートリガーがあれば、強引に実現できそうなんだよな。射程伸びまくった攻撃はうっかり周囲が滅びそうなのでダメです。フルアームズさらに発展させて地下ドロビウム作ろうぜ。トリオン量14の二宮のハウンドでさえあれだから、チカちゃんが振らせたらヤバない？ヤバいっす。地下オラは遠くから投げるんじゃなく、乱戦に飛び込んで大爆発してもろともを狙うのが一番。これやったら最強って地方は作者を自ら潰すだろうしな。潰さないと試合が成り立たない。戦術が強い漫画なのは間違いないんだけど、同時に強いやつはゴリ押しでも強いってのがワートリ。何の手も出せないまま爆殺され続けるボーダー隊員ってのは想像できねえからな。絶対そのうちメタられる。地下にシューター方面の才能があったら、どんなひどいことになってたんだろうか。じゃあチカちゃんにサラマンダー打たせてヒュースに守らせよう。チカちゃんが使う場合誘爆させられて、事故死の可能性あるからちょっとメテオラ使いづらいよね。他の隊員だったらまず問題にならないけど、チカちゃんのメテオラは、C 級隊員でもスナイプできそうなサイズだからな。チカオラクソ目立つからバックワーム外す前提でどこまで離れた場所にシールド貼れるかにもよるけど、ランバネイン戦見ると結構いけそう。チカオラ出す際はシールドでスワと自分をガード。スワで包んだままチカオラ投射すれば、イコマ戦空以外で割れないと思う。どういうことだよ。ってのはまあ置いておいて、それだと打った後のチカちゃんがノーガードだし、結局普通にシールドとハウンドが良さそう。なんかシールドは複数貼れるらしいよ。それ1枚あたりの耐久度下がるから基本やる意味ないよ。誰かがチカガードしつつのチカオラってメタできるのかな。純粋なトリオンの暴力にメタもクソもなくない？真面目にチカちゃん強すぎて合流される前に、他の全チームは総力上げて玉駒第2を叩くってのが基本になると思う。あのトリオンで合成弾作ってホーネットかサラマンダー作ればマジで負けなしだよな。強誘導ハウンドだけでどんなシールドも、ぶち抜いて必中になっちゃうよ。地下の視界に入らない入ってしまったらメテオラとかで陰幕でも使う。ダミービーコンで偽トリオン反応を出すを徹底すればなんとか。通常弾でも洪水みたいなやつが来るんじゃないか。まあチカちゃん潰すには転送位置が良くない限り、激ウザメガネに首切りウサギに。バカみたいなトリオンと技量を持ったヒュースを抜かないといけないんやけどな。柿崎夫人の時に見せたハウンド鉛弾を考えると、弾数自体はそこまで大きく変動するものではなかろう。チカちゃんが合成弾覚えてサラマンダーとかしたら、もはや黒トリガーですよ。チカちゃん落ちるまで共闘みたいな暗黙の了解はできそう。そしてエコさんが空気読まずに普通に戦う。チカちゃんは瞬発的な動きにはついていけないから、
アタッカーが寄ればなんとか倒せはするだろうな。固定シールドを貫ければ、シールド避けて攻撃するくらい攻撃手の上積みならできるんでね。チカちゃん軌道低いから、全方位にシールド貼るのも強度すげー下がるだろうしな。嘘は私強すぎ。ってなってセルフでバフしちゃうくらいだからな。人を撃つことに躊躇いなくなったら、ガンナートリガーの方が良くない？トリオンパワーで射程さらに漏れるから、スナイパー並みの距離から撃てるし、そっちの方がスナイパートリガーより連射効くじゃん。シールドもトリオン量によって変わるから、チカちゃんは全身シールドでもすげえ硬くなりそう。まあだからニノと組んでニノのテクでシールド貼ってもらえば鉄壁の放題になる。適当チカオラでも5、6体は落とせるって他でもないヒュースの見立てがあるからな。チカちゃんそのうち美しくならない？大丈夫？もしかしてチカアステロイドってクソだ威力高弾速みたいな撃ち方できるんじゃないか？危険だと二宮と合体して殺戮マシーンが誕生するのか。どっちが守りでどっちが攻撃でも手がつけられねえ。規格外の力持ったやつを好き勝手にさせたら物語成り立たないからね。これだけやっとけばワンパで勝てる、みたいな話にはしないだろうという信頼はあるわな。でもアクトが量産ランバネイン王国ならチカちゃん対処ぐらいは要求されてもおかしくないと思う。もし人を撃ててたら初期からひたすらメテオラして、合間にクガが落とす同じ試合見続けることになったな。みんな B 級ランク戦前提で話してるけど、人が撃てるチカが実際戦うとしたら A 級ランク戦じゃないかな。A 級クソゲーさん対相手は現段階だとかなりきついと思う。ニミヤが育ててくれるはずだけども。それを書いた上で、きっちり対策するチーム戦を書いてくれると思う。それだけの力量がある作者だから健康だけはくれぐれも月には掲載なんてしなくていいから体調崩した時のストックにしてくれていいから地下に関しては専用のトリガー作って使わせた方がいいだろ特別性すぎる師匠と同じ専用のトリガーが必要だな現状でめちゃくちゃな構成になってるしミスでなければメテオラ入れた後はシールド1枚にバックアームがメインサブ両方に入ってる構成バシリッサ砲とかフルアームズみたいなのあれば当たり一面の腹にできそう実際オッサムと結合して打ち込みまくったら壊れちゃったからな。オッサムと結合打ちまくるハレンチですわ。オサムくん私を使って。スナイパーのトリガーでトリオン依存の部分どれも地下には過剰だしな。地下隙は出ているか。サテライトキャノンやねえや。ハウンドみたいな曲がるやつネタでレクイエムにしとけ。この気がハウンドネタの話じゃないし、そのツッコミ入れるならレクイエムにしとけもだいぶ違うと思う。威力全振りのそれこそ大砲みたいなやつがいいかな。スナイパーとしては十分優秀だけど、小南みたいに前線で動き回れる機動力や、カラスマルやレイジさんみたいなオールラウンダーとしての器用さは足りないから、ついにオリジナル狙撃手トリガーがお披露目される日も遠くないかも。アイビスで土木工事なんだから、そんなものが登場したらどうなってしまうやら。戦略兵器になりそう。今でも低速三段ばらまくだけでフォトントルピード再現できそう。玉駒第2にいられなくなるというかランク戦に出られなくなるので地下が断りそう。ROUND8 でヒュース地下で二のを削り倒す作戦やろうとしてたけど、これ決まったらマジで勝てる相手いないと思う。そういう意味でも、あの最終戦が玉駒第2としてのランク戦の最後の試合になると思う。ランク戦が少なくとも紙面上では終わるのに合わせて、ようやくアマトリチャーナが曲がりなりにも人を撃てるようになる。さすがに寝られてんな。仲間を守るためなら撃てる。が今後も撃てるかどうかは今の臨時二宮隊での動き次第だな。初めから撃ててたり撃てるようになってからもランク戦あるとしたら、適当メテオラや適当ハウンドで蹴散らされる B 級隊員たちが書かれるわけだからな。そんなの思い入れ的にも面白み的にも見たくないし。壁越し生駒戦空なら不意打ちワンチャン。なんで壁越しで撃ってるのに避けれるんや。二のがめちゃくちゃ弾分割してたってのもあるし描写はないんだけど。チカオラがニノのとこまで届いたのに対して、ニノホーネットはチカのとこまで届いてなさそうなんだよな。本当にトリオンさえげつなくて笑う。そりゃあのタイミングはチカを狙うんじゃなくて、チカオラにぶち当てるのが目的なんだから。むしろチカまで届いてたらダメだろ。チカちゃんの分割なしサラマンダーとか見てみたい。目視できる範囲なら撃ち落としても爆発に巻き込まれそう。そんなでかいならチカもそれなりに離れなきゃだし。弾速もそれなりに落ちるしで、意外と撃ち落とすの楽そう。地下敵地での戦闘ではやはりこれが効く。ゆず地下は、とても、微笑ましい。もし地下ちゃんが丸々のトリガーを使ったらシリーズの詳細が知りたい。もし地下ちゃんが風波を起動したら、光の帯は何本出現しますか？という読者の質問に作者さんが、50から60本くらいと思われます。多分猛犬に見えない、と答えたのが元ネタだったはず。全トリガーでどうなるのか知りたいってことじゃない？スコーピオンは全身鎧もできそうなんだったよな確か。
他にトリオン依存で性能決まる武器って何があったっけ？とりあえず元のライトニングでどれだけ速いか、元のイーグレットでどこまで距離伸びるのか知りたい。トリオン依存の武器ってそれ全部に言えることですが、もしチカちゃんがアレクトールを使ったらとかか、動物の種類がめちゃくちゃ増える。動物のデカさがエドフの生物並みになりそう。しかもあのトリオン量のくせに自己回復付きとかいうクソゲーになりそう。ティラノサウルスとか出てきそう。どっかで見た顔のカエルが出てきそう。アクト勢は黒取り抜きにしても20くらいトリオンあるから、そこまで大げさには変わらなさそう。せいぜい物量が3倍くらいになるだけで、物量3倍は大げさに変わってるよ。ワールドトリガー作者、アメトリチカが風波を使ったら光の帯は50から60本ぐらい出る。おいおいおい、その上で飛距離も効果時間も段違いなんでしょう。一度適合するか試してほしい。しかもそれで打ち切りというわけじゃないのがすごい。必中ってわけじゃないから、これだけ出たら必中もクソもないよ。一度20本くらい発射しても余裕がある。私のトリオン用と風波は相性が良すぎる。戦略兵器すぎる。チカちゃんがドロノを使ったらとんでもないことになりそう。チカモードで半径3キロぐらい覆う。オサムだとただの小突きになりそう。やっぱチカちゃんには上限ないような武器だよな。視界に入ったら遠距離斬撃60本飛んでくる。人を直接攻撃できないってなかなかに面倒な制限だな。まあできてしまったら戦術無視して永久いっちゃいそうだからダメだけど。星の杖起動したら限界や惑星国家もろともぶった切りそう。縁じゃなくて玉になりそう。下手な漫画だとさらわれて大量殺戮兵器起動要因にされるやつ。この漫画でもさらわれてマザートリガーにされそうだが、陣さんのは黒トリガー補正かかってあの本数だからな。チカちゃんもさらに上がるのか。チカちゃんはロマンの塊すぎて、ほんと専用武装考えた方が良い気がする。チカキャノンか。永久になったらトリガー魔改造していいらしいし、専用武器はそこからだろう。アイビスを魔改造して通常一発で使用するトリオン量を3倍にチューンしたのをチカに持たせよう。玉コマの改造も永久からだっけ。エンジニアからしたらリソース無限みたいなもんだから作るの楽しそうだな。